エットアナザーキリングゲーム。はい、どうもご視聴ありがとうございます。こちらのゲームですね、主人公と2人の少女が謎めいた家に閉じ込められてしまう。でこの家はまるまるしないと出られない部屋じゃないですけど、誰か1人死なないと出られない部屋ということでですね、誰を犠牲にするかを会話しながら決めていくゲームとなるそうです。自分が死ぬという選択肢もあるみたいですね。ということでじゃあやっていきましょう。いやめっちゃワクワクする設定よね。もう俺まるまるしないと出られない部屋好きなんだよ。内容に関する注意、はい、だそうです。気をつけましょう。え、起きて。一体何が。うまくいかなかったら声が聞こえる。あ、起きたよ。あら可愛らしい女の子、風変わりな少女。ほら寝ぼすけさん、しゃっきりして。風変わりなのか、髪は青いけど確かに。うぐ、頭が。君は。はじめましてだよね。目を覚ましたの誰。次は赤い陰鬱な少女。嘘つけあなたはどう、何か覚えてる。助教師っぽいぞ。え、ちょっとこの子は起きたばかりなんだよ。質問はあと。あ、俺女の子なの。そうね、まずは何事もないか確かめないと。ついてないって、女の子になってる。どういうこと、ここはどこ。その前に自己紹介からね。私はセシリアで、この近寄りがたくも魅力的な女性はオリアナよ。その紹介は余計だけど、オリアナね。で君の名前は。私は剣坊ちゃん。私の名前は何だっけ。名前入力しろと。剣坊でございます、よろしく頼みます。私の名前は剣坊だよね。うん、そうだ、私は剣坊。剣坊よろしくね剣坊。とにかく剣坊、まだ目が覚めたばかりだから、私たちの状況についても何も知らないわよね。状況、後ろ見て、そこのドアの文章見える。ああ丸々しないと出られない部屋。後ろ、ああ、なんか書いてある。めっちゃ細かい字で、変わった扉だ。英語が読めないってなりそう。うん、何か書いてある。ルール1、この扉が屋敷から出る唯一の手段である、他の出口は存在しない。ルールって。ルール2、この扉は屋敷にいる者のうち1人が命を落とした場合のみ開くマジでそんな感じじゃねえかよ。ルール3、時計が3度目の6時の鐘を打つまでにこの扉が開かれなかった場合、屋敷内の全員が命を落とす。なるほど、制限時間もあると。な、何これ、閉じ込められたの。あはは、分かってもらえたみたいで嬉しいよ。この状況でなんで笑ってられるの。気にしないで、セシリア起きてからずっとこの調子だから。ずっと、じゃあ2人も目が覚めたら何の説明もなしにここにいたの。よかったね俺殺されなくて。その通り、怖いよね。何よりも妙なのは、2人ともここに誘拐されたり連れてこられたりした記憶が全くないことよ。変だよね、まるで神隠しじゃん。言われてみると自分がどうして眠っていたのか思い出せない。それどころか全く何も記憶がない。ああ、過去のことも自分が何者なのかも。名前以外何も、自分のことを何も覚えてない。なんかじゃあここで作られた人間とかだったりする？仮想空間とかだったりするかなこれ。うん、どうしたの剣坊、顔色が悪いよ。いや、なんでもない。剣坊、聞いても無駄な気はするけど、ここに来た経緯覚えてる？いきなり？じゃあ嘘ついちゃおうかな。嘘ついちゃおう。いや、私も覚えてない。覚えてないよ。寝てる間に連れてこられたのかな。おい、俺に開示しろ。お前が覚えてることを。どうしたどうしたどうした。残念。剣坊もここに来た経緯は知らないか。ちょっと待って。あまりに気になりすぎる。ごめん。ショーントのこと話すわ、ちょっと。俺にも開示してくれ。お前の。その、自分のことは何も覚えてないみたいなんだ。ああ、そういうことね。全く何も。名前が剣坊ってことだけ。それ以外は何も。その目は何？何でもないわ、気にしないで。なんか余計なことした気するな。どうやらあなたがこの何かの中で一番ひどい目にあったみたいね。私の記憶はせいぜいところどころぼんやりしてる程度だから。私も。つまり自分のことは覚えてるけど、ここ1日か数日の記憶はぼやぼやな感じ。なんだか態度が変だ。まあ関係ないわ、ここから出る方法を見つけないといけないのは変わらない。そう、ここに泊まるのはごめんだよ。お気に入りの枕がないと眠れないもん。眠る余裕なんてないだろ。それよりもここに長居しすぎたら死ぬことの方が問題だと思うけど。説明しておくわね剣坊、セシリアと私はあなたより1時間くらい前に目が覚めたの。結構。あなたは起きそうになかったから2人で他に出口がないか見て回ることにした。ちょうど剣坊が目を覚ました時に戻ってこれてよかったよ。この不気味な家で目が覚めて周りに誰もいなかったらきっとすごく怖かったぞ。確かにね、いきなりあのルール見ちゃったらな。そうだね。で、収穫あったの？いくつかの鍵がかかったドアはあったけど、他の出口はなさそうだったわ。窓も全部鍵がかかってて、変な霧のせいで何も見えなかった。
もう少し探せば鍵とか何か手がかりが見つかるかもしれないけど、脱出ゲームみたいで楽しいね。なんでお前そんな、なんか状況分かってんのかね。チッ、とにかく一気に言われて飲み込みきれないでしょ。何か質問ある？剣坊。2番目のルールのことなんですけど、そのあのドアの2番目のルールのことだけど。おい、いきなりそこ行く？いいね。黙ってセシリア。まあそりゃそうだよ。それに剣坊ダメ、その選択肢は問題外よ。問題外でも多分ここ問題外って言ったでしょ。急ぎすぎだよ剣坊、まずは時間を置いて様子を見よう。まあまあまあ確かにな、あんまりそんな話したくないよな。時間を置いて、あ、一つしか聞けないのか。これが1回目の鐘？ 6 時かな。あと24時間ってことじゃ。6時の鐘だ。1回目ね。おー、見て6時だよ。本当に1回目かこれ。この、俺は怪しんでるよ。2回目なんじゃないか実は。じゃあ6時があと2回来たら、残り24時間ね。24時間。もしその時、まだ3人ともここにいたら。本当に？それもちょっと怪しいけどね。その前提というか、見せしめがないと俺は信用しないぞ。さて剣坊、目が覚めたなら手がかりを探すの手伝ってちょうだい。出口が見つからなくても私たちを閉じ込めてる犯人や動機はわかるかもしれない。そしたらあれができるでしょ。あれって、いや復讐だよ天柱ってやつ。だってさ、か弱い女の子3人誘拐して不気味な家に閉じ込めて全員殺すって脅してるんだよ。そんなやつ死ぬべきだと思わない？その通り、その通りです。誘拐犯が本気であのルールの通りにする気なら、他の人が犠牲になる前に私たちで終わらせないといけない。そうだそうだ。どうした？なんで引いてんだよお前。それが剣坊の答えなんだ。それがて、え、あなたたちの考えは分かったけど、各自の身の安全が最優先よ。剣坊、もし怪しい人に出くわしたらすぐに逃げなさい。分かった。セシリア、あなたもよ。はいはい。繰り返すけど、情報収集に専念すること。3手に分かれて全部屋くまなく探索しましょう。私はちょうどキッチンの確認中だったからそっちに戻るよ。剣坊も寂しくなったらおいで。あ、行く行く。なら私は引き続き2階を探索するわ。今まで見た限りでは普通の家みたいだけど、何か暗い秘密があるのかしら。でも窓とかないの？普通窓とかから脱出できるよね。二人とも行っちゃった。まだ聞きたいことは山ほどあるんだけど。ああ、探索に加わる以外に対してできることはなさそうかな。セシリア、キッチン、オリアナは2階に行ったけど。あ、廊下の突き当たりにもドアがあるみたいだ。多分トイレ、確認する価値はあるかも。さて、どこに行こうかな。ちょっとトイレ気になるね。なんかトイレ行ってみるか。あのトイレを確念しよう。ちょっと一回セーブしとこう、念のため。脱出の方法はないだろうけど、面白い手がかりがないか見ておくに越したことはないし。トイレだね。まあ、トイレットペーパーがちゃんとあるかだけ。狭い、多分、来客用のトイレかな。シンクとトイレ以外には大したものがないけど、念入りに見たら何か面白いものがあるかも。よし、探索の時間だ。なんかロープとか隠されてない？めっちゃいろいろ調べられるじゃん。鏡ね。あ、私どんな顔してんの？つまりこれが私の顔？名前以外自分のことは何も思い出せないけど、頭の奥底でこの顔にはなんとなく馴染みがある気がする。うん、もう十分見た。探索を続けよう。私は鏡に映ることが分かった。トイレを試すか。トイレを試す。トイレは問題なく使える。行くべきかな。え？いや、やめておこう。行くってどういうこと？何か違う気がする。ゴミ箱は？お、ゴミ箱だ。絶対中に手がかりがあるよね。暗い。手を突っ込んでみるしかなさそう。電気はつかないの？じゃあ一か八かやってみようか。よし、どれどれ？丸められたティッシュ。順当だね。順当か？窓を調べる。うん。ふぐぬぬぬ。うん。鍵がかかってる。窓は全部鍵がかかってるって話だったし、当然か。割れないの？ここから出るのは無理そう。いや、もしかしたら。うん、そうそうそう。割ろうとしてみようよ。よし、3、2。無理かな。棒、なんだろう、防犯ガラスというか。が、うん、やめとけばよかった。手が。蛇口は？うん、冷水は出る。それにお湯も出る。お湯も出るタイプのトイレか。特に変なものはなさそうかな。珍しいね。探索を終えるか。ちょっとトイレ試した後の行くって何？あ、これじゃあ探索を終えてみるか。出る前にシンクの水は止めておこう。じゃあ、あ、めんどくさ。蛇口水を見ずに済む。なんちゃってうざ。じゃあ探索を終えようか。小さいトイレだから得られる手がかりはこれで全部な気がする。役に立つものはなかったけど、まあ努力はしたし。よし、次は、わ、何？今度はいきなり、いてて、何かにつまずいたみたい。
な、何が？犬ではない。な、あれは犬？一体どこから？ここに住んでるの？何？ちょっと怖いんだけど。ただ座ってこっちを見つめてる。敵意はないのかな？プードル？なでる？ちゃんと匂い嗅がせてからね、手の甲の匂いを。ちょっと可愛い、撫でてみようかな。ゆっくり行こう。よし、まだ座ってる。音も立てずに。わ、毛皮がすごく冷たい。外で遊んでたのかな？外？待って、まさかこの犬外から？ねえ、うわ、逃げた。待って、戻ってきて。何者よ。あれ、どこにいた？どうしよう、ちょっとセーブしとこう。じゃあまあ放っておくか。追っかけるとやっぱり遊んでくれると思って追っかけっこしだすから放っておく。待って、何してるの私。犬なんか追いかけて何の役に立つの？ねえ、多分それの方が。行っちゃった、跡形もなく。そもそもなんで出てきたんだろう。はあ、一人で探索しても収穫はなかった。時間を無駄にするのはやめて、誰かと合流しよう。でもあの犬には絶対に見た目以上の何かがある。次会ったら必ず捕まえてやる。他の場所を探索しよう。さて、どこに行こうかな。じゃあキッチン行ってみるか。セシリアのいるキッチンに行こうかな。食べ物もあると嬉しいけど。いやー、キッチンかね、これは。ここがキッチン？思ったより随分大きいな。確かに。うん、あそこに散らばってるのは壊れた椅子？あ、剣坊。やっほー、会いに来てくれたの？まあそうかな。ここを調べるの手伝った方がいいかなと思って。あと食べ物も探しに。親切にありがとね。正直言うと、まだあんまり調べられてないんだ。あそこのバルコニーのドアを破れないか試しててさ。ガラス製だから椅子を投げつけたらいけるんじゃないかと思ったけど。椅子を投げたの？うん、何度かね。でもおかしいんだよ。椅子は壊れたのにガラスにはひび一つ入んないの。まずおかしいのはそこじゃないと思う。もっと重いものがあればな。金属製の。投げる前にまず手がかりを探さない？いや、でも結構重要だと思うけどね。オッケー、そうしよっか。なんとなく感じていたけど今確信した。この子ちょっと怖い。まあ確かになんか倫理観バグってる感じはちょっとするよな。冷蔵庫開けてみようか。冷蔵庫、手がかりを探してるだけだから。お腹が減ったとかそういうわけじゃないから。でもまあ食べ物は大事よ。どれどれ、24時間ねいなきゃいけないなら。わ、剣坊びっくりしたじゃん。ごめん、ちょっとここものすごく臭くて。冷蔵庫なのに。え、本当に？うん、長いこと電源が切れてたみたいで中の食べ物はみんな。何してるの？くんくんすー。はあ、くっさ。ハートハートハート。うん、ひどいね。涙目になってる。だから臭いって言ったじゃん。言ったけどさ、すごくやばいって言われたら自分でも確かめてみたくならない？まあ確かにそうだけど、そんな躊躇なく。まあわかるよ、わかるわかる。まあそれはわかるかも。でしょ、剣坊ならわかってくれると思ったよ。なんか好感度が動く音がした。とにかく間違いなく食欲はなくなったよ。次に進もう。じゃあ食品庫はかなり充実してるみたいだね。果物とか焼いたやつはちょっと怪しいけど、缶詰は大丈夫そうかな。セシリア、お腹空いてる？あんまり。剣坊は？あの冷蔵庫は開けた後で。全然。前にいつ食べたか覚えてないけど、そんなに空腹じゃない以上、最近食事をとったのは間違いないさそう。あ、剣坊見て、あの真ん中の缶詰。何？殺素剤か。毒の缶を置くにはちょっと怖い場所じゃない？ちょっと怖い？ここにある理由は明白そのものでしょ。ま、食べ物には気をつけなくちゃいけなさそうだね。その話はやめよう。シンクの横の電話。あ、これか。これ電話か。なんだろうと思ってたら。電話がある。セシリア、この電話試してみた？うん？あ、確かにそれも電話だね。それも。昔の電話って変な見た目だよね。わかった。試してみる。繋がった？いや、電話線が切られてるみたい。思いっきり置いたな、電話を。ガチャンって。だろうね。そもそも携帯も取られてるんだし。助けを呼ぼうとするのは無駄だと思うよ。まあそうだよな。繋がってるわけないよな。つまり、自力で脱出する方法を見つけないといけないってことか。じゃあ、バルコニーのドアは？あ、バルコニーへの大きなガラス扉だ。セシリアが椅子を投げつけたやつ。ん？どうしたの、剣坊？なんでも、あの大きなガラス扉、ひびも入らなかったんだっけ？どれ？少しもね、気になるなら近くで見てみようか。確かに、どの道このカウンターの向こうにも手がかりがあるかもしれないしね。椅子だったものを慎重にまたいで。椅子は壊れてるのに。お、大きなテーブル。それに椅子がまだ4つも？うん、私が投げたやつはお誕生日席だった。つまり全部で5つ、大家族だったんだね。まあ、窓の星窓は？うん、何考えてるの、剣坊？いや、本当に霧が厚いなって。なんか夢の世界みたいだね。そう、外のものに何も見えないよね。バルコニーの床も。
あ、もしかして家ごと空に浮かんでるとか、霧じゃなくて雲なのかも。家は空を飛べないでしょ。まあそんなこと言い出したらこの不思議な空間がおかしいもんな。え、聞いたことないの？竜巻に地面から家がもぎ取られてファンタジー世界に飛ばされちゃったってあの話。なんだ？地面から家を持ち上げてうまくどこかへ運ぶ竜巻？ますます信じられないよ。家が飛ぶにしてももっと現実的な方法があるでしょ？風船とかでな。例えば数えきれないほどヘリウム風船を膨らませて、それをカール爺さん。ストップ！それは言っていいやいか、怪しいやつだ。ダメなの？え、どういうこと？とにかくあのバルコニーの扉はどうやっても開かないし壊れないから、他にできることは大してないよ。なんで壊れないんだろう。壊して出られないように強化してあるんでしょ。でももっと重いものを見つけて投げたらきっと壊れるはずだよ。セシリアの腕力を信じてないわけじゃないけど、でも木の椅子が壊れたのにひびすら入らないのはすごく変じゃないかな。確かにね、なんか変な力を感じるよね。薄暗い隅の方、ここからだと見えづらい。セシリア、ちょっとどいてくれる？小さいボール？お、餌皿だ。猫か犬がいたんだね。あ、犬だね。きっとさっきのあの犬だ。ああ、行く順番が関係あるのかな。ねえ、剣棒は犬派？猫派？犬派しかない。え、何の話？気になっただけ。ほら、強いて言えば犬派に決まっちょろうもん。犬かな。いつでも喜んで一緒に時間を過ごしてくれるし、それに大体どんな気持ちか分かりやすいところも可愛いよね。へえ、そういうところを重視するんだ。お前猫っぽいな。なんか、いや知らないけど、記憶が全くないので。セシリアは犬派？猫派？私？山嵐派？その目なに、山嵐の花見たことないでしょ。なんかいらんボケだなっていう感じがした。それに生まれつきトゲだらけだけど、初めは柔らかくて、でも大人になるとそれがチクチクになってさ、あんなに無垢だったのが育つとあんなに用心深く世界を怖がるようになって、あんなに可愛いものはないよね。手がかり探しに戻ろっか。戻ろ。山嵐派なのね。トゲトゲなのね。じゃあお前はやっぱり外に向けてトゲを出してるんだ。お前はテーブル調べるか。テーブルだね。言ったでしょ、大して調べるものはないって。でも変じゃない？妙だな。何が？いやさ、ここには大家族が住んでいた鉱石がいくつもあるでしょ。確かに。なのに何もかも空っぽに見える。出されてるものもないし、テーブルには埃が積もってて、まあ空き家って感じはするよね。まるで長いこと誰もここに住んでないみたい。でもそうでしょ、冷蔵庫の状況を見る限り。おー、剣棒は賢いね。あ、ありがとう。でもそれだけ？いや、他に何を言ってほしいの？そうね。長いこと誰もここに住んでないなら、この家は多分私たちと犯人だけってことでしょ？住んでる家族が助けに戻ってくるのは期待できない。なんならそいつらもぐずぐるかもね。つまり、さっきの考察は希望の光とは言えないんじゃない？ね、そうね。いいんだよ、剣棒。賢いのには変わりないと思うから。落ち込むな。黙ってればよかったかも。よし、脱出に役立ちそうな手がかりを探そう。じゃあ、キッチン戻るか。こっち側には何もなさそうと。でもどうしても考えてしまう。本当にここから出る方法はないのか。それに脱出したければ唯一の選択肢は本当に。ああ、びっくりした。可愛いからよかったけど。うわあ、あはは、文字通り飛び上がったね、剣棒。可愛かったからよかった。マジでやめて、心臓が止まるかと思った。ならそう考え込まないでよ。額にシワができちゃうよ。今はシワくらいどうでもいいよ。この状況でどうしてふざけられるんだろう。剣棒、不安なのはわかるけど、私たちにどうにかできるのは今この瞬間のことだけだよ。まだ見つけてない手がかりは山ほどある。もう少し見つけたら食事のついでに話し合えばいい。あ、缶詰しか食べられないんだっけ。缶切りとかあるのかな。あ、セシリアなりに気を使ってくれたんだ。もう少し心臓に優しい方法だったらよかったんだけど。いや、でも確かに本当だったらこんな可愛い子が目の前にピュッて出てきたら可愛いよね。ひょこって。よくあるキッチン用品だ。あと驚くほど片付いてる。あ、剣棒見て。何？手はナイフ。すごくピカピカ。他のはどれも埃をかぶってるけど、このナイフは月明かりにキラキラ。振り回すのやめて。もうそんなに怖がらないでよ、剣棒。私はただこの場所を不気味にするために費やされた努力を称えてるだけなんだからさ。誘拐された被害者が称えてどうするの。そんでもそれ狂気だよな。ちょっとやだな。このコンロは使えなさそうだね。ライターも見当たらない。火を凶器にするのは無理そうかな。どうして最初に思いつくのが。いや、忘れて。火だからってこと。最悪この家燃やしたら出れないかな。これで全部かな。あんまり手がかりはつまらなかったね。でも少なくとも脱出につながるものはいくつかあったかな。本当に？どれ？ナイフとさ、だよね。わかるわ。ナイフと殺素材だよ。な、そうだよ。誰かを殺しちゃえば出れるもんね。やだな、剣棒。そんな目で見ないでよ。
ここに閉じ込めた犯人が私たちのうちの一人の死を望んでるのは明白でしょ。少なくとも二つ凶器が与えられてるってことは、言う通りにすれば本当に出してくれる可能性が高そうってことじゃん。誰かを殺すって命を奪うっていうの？うん、そうだけど、どうやら私たちの状況を理解しきれてないみたいだね。そう？まあ、さっきはそんなこと言うなっつってたけどな。剣謀考えてみて。この家には私たち三人しかない。つまり脱出するには二人が結託して三人目を殺すだけでいいってことだよ。確かに。でもじゃあなんで俺は殺されなかったんだろう。三人目が死ねば残り二人は無事に家に帰れる。何があったか聞かれたら、行かれた誘拐犯が罪のない三人の少女を誘拐して一人を殺して、残り二人はそれがトラウマになって詳しい経緯を思い出せないってことにすればいい。まさか、私たち二人でオリアナを殺そうっていうの？まあ、セシリアとオリアナどっちにつくかと言われたら俺はセシリアちゃんにつきたい。さあね、私は単に大いにあり得る可能性の話をしただけだよ。確かに魅力的な考えかも。ここで起きたことは誰にも知られない。でももっと大事なのは、一体断ったらどうなるんだろう。どうしよう、なんて答えよう。重要そう。うん、殺そう。よし、やるぞ。やろう、頑張ろうぜ一緒に。分かった、乗ったよ。やるしかない。うん、何の話？ああ、はしご外された。何の話って。だって今ただの可能性の話だよ。謎を探るときはあらゆる可能性を考慮するのが大事でしょ。じゃあさっきのは単に俺すげえ今バッドエンド行きそうな選択肢ばっか選んでんだ。でも君はそうすべきだと思ってるんだね。お、誘導尋問。剣謀、何？とにかくその話はこのくらいにしよう。残りは私に任せて。この壊れた椅子を片付けたら食事の準備を始めるから。まだお腹が空いていればだけど、あの冷蔵庫のおかげで食欲なくなっちゃってるかもしれないし。うん、まだしばらくは大丈夫かな。食事の時間になるまでもう少し他の場所を守ってみるよ。了解、缶詰の開け方が分かったら探しに行くね。気をつけてね、剣謀。じゃあ次2階か。今晩この後何かが起きる。すごくそんな気がする。私は良くない決断をしたのかな。いや、あまり考え込んでも無駄だ。私たちにどうにかできるのは今この瞬間のことだけでしょ。他の場所を探索しよう。じゃあ2階行こうか。2階には調べるものが多いはず。探索を手伝おう。オリアナ、あ、剣謀まだいたの？うん、ちょうど。あは、やっぱりね。剣謀、時計を見て。え、もうすぐ8時だ。うん、面白いね。つまり鐘は6時にしか鳴らないわけだ。確かに7時の鐘は鳴らなかったのか。どういう、あ、確かに7時の鐘は鳴らなかった。私たちの破滅が差し迫った時にしか鳴らないアンティーク時計。これぞ創造性と細部への気配り。10点満点。褒めてる。とにかく剣謀、こんな時間だしご飯にしよう。確かにもう遅い時間だね。オリアナはまだ2階。ずいぶん働き者だね。どっちかしか話しかけられないってこと。じゃあ呼んでくるね。キッチンで待ってて。そっか。3つ目の場所はまた後で調べよう。数時間前まで起きたばかりなのにすごく疲れてる。そりゃな、精神的にもな。あの椅子まだそのままだ。まあ少なくとも缶詰は開けられたみたいだけど。これナイフで何度も突き刺して開けてる。ああなるほどね。まあそう開けるしかないよな。剣謀、うん、ああオリアナ、セシリアは？あら、すぐ後ろにいたはずだけどまた飛び出してくんじゃない？何か2階のものに気を取られたんだと思うわ。待って、それは壊れた椅子の残骸？セシリアの仕業ね。うん、もちろんそうです。鋭いね。鋭くなくてもわかるわよ、まったく。でそれがセシリアの用意した食事？うん、缶切りが見つからなかったんだと思う。信じられない。ちゃんとしたお皿に盛り付けてくるわ。剣謀はそこの残骸を片付けてくれる？あ、わかった。なんかでも殺素剤巻かれてそうじゃない？気まずい。それで2階には何か面白いものあった？面白いもの？その役に立つ手がかりとか脱出手段とかさ。いいえ。そう、ずいぶん警戒されてる。初対面のはずなんだけど。ただいま。おお、綺麗に盛り付けられてる。何してたの？どこ行ってたの？それに抱えてるのは何？見た感じ何かの缶みたいだけど。缶？ああ、これは気にしないで。出身室から借りてきただけだから。かなり重そうだし窓を割るにはぴったりだと思ってさ、2階中の窓に投げつけてみたんだ。2階、今なんて？うまくいった？うん、1枚も割れなかった。すごく変だよね。まあ、確かにめちゃくちゃ変だよね。オリアナ、セシリアが重たい金属のものを乱暴に投げて回ったのは気にならないの？別にそこ気にしてる場合じゃなくない？どうして？私の家じゃないでしょ。そうだよ、そういうことじゃなくて。落ち着いて剣謀。言っとくけど私小さい頃からずっとソフトボールやってたんだよ。あ、そんな重いものをってこと？
これを投げて髪の毛一本傷つけずに剣棒のキャップを落とすことだってできるよ。それすごいね。お願いやめて。とにかく起きなさい。話し合うことが山ほどあるから。まあまあ情報を共有し合いましょうか。私はトイレを調べました。とはいえ窓が一枚も割れなかったってことは、この家は人を閉じ込めるために改造されてるんだと思うわ。つまりこれは計画的な誘拐ってことになる。犯人は前もって私たちをここに閉じ込めようと計画してたってこと？その可能性は大いにあるわ。なんでこんなことするんだろうね。改造した家に私たちを閉じ込めて扉にルールを書いて、明らかにお互い争わせようとしている。でもどうしてそんなことして何になるの？え、バトルロイヤルものとか知らないの？それ何？バトルロイヤル？ほら、生き残りをかけて競い合うお話だよ。商品が目的のこともあるし、主催者の気まぐれで無理やりやらされる場合もある。参加者が殺し合うやつが多いけど、負けたら死ぬゲームをやることもあるね。俺後者の方が好きだな。最近じゃ人気のエンタメなんだよ。イカゲームとかね、分かりやすいところだとエンタメ。これが誰かのゲームだっていうの？これが誰かの娯楽だとは思えないわ。え、どうして？この家には電気が通ってないからよ。あー、確かに娯楽ならな。え、あー、そういうことね。何どういうこと？いやさ、電源がないんでしょ。つまり監視カメラも動かせないってことじゃん。そうそうそう、そもそも探索中にもカメラなんて見かけなかったけどね。カメラなしじゃ私たちが殺し合うのを見たり記録したりする手段がない。つまり犯人がこの状況を楽しむとしたら直接見るしかないってことだね。混ざってるってこと？ひょっとしたらすぐ近くから、いや、この3人の中の誰かが犯人は誰なんだろうって。誰だと思う？私たちをここに連れてきたのは、あの、みんな？私が怪しいような記憶ないとか言ってる。オリアナはそれに関する手がかりを探してたんだよね。ええ、私の仮説では少なくとも2人の人間が関わってるはずよ。2人の人間？主犯が1人、それに共犯者が1人。どういうこと？共犯者。なるほどね。一度に3人をさらってるわけだし、一番ありそうではあるね。どういうこと？でもその2人組の身元に関する手がかりは何か見つかったの？いいえ。本当？2人組だってそんなに確信してるのに？何か言う、何も言わ、何か言うか。まあ、待って、そんな風に煽ることないでしょ。ここでは仲間同士なんだから。何か言ってる、本当に何か言ってるだけ。いやいや、煽ってなんかいないよ。私がそんなに小さな人間だと思う？仲間同士。でも考えてみると、剣坊、初めにこの質問を出したのは君でしょ。君の考えを聞かせてよ。君は誰が犯人だと思う？あ、私？誰が犯人だと思う？そう、君の推理を聞かせてよ。じゃあ推理してみるか。犯人が誰かわからないけど、この家の中はかなり埃が積もってる気がする。それ以外にもしばらく人が住んでなかった痕跡がいくつもある。つまり犯人はたまたまこの家を見つけて人を閉じ込めるために改造した可能性もあると思う。言い換えると、この家で見つかるものが全部犯人に関係があるとは限らないんじゃないかな。うん、確かにね。辛い結論だね。でも剣坊の言う通りよ。もし犯人が単にこの家を再利用しただけだとしたら、自分の身元につながる手がかりを残しておくとは考えづらい。じゃあここに住んでた人のことをどんなに調べても全くの無駄ってこと？沈黙。どう考えても謎めいた犯人の正体を暴くには手がかりが足りないね。じゃあ別の角度から攻めようか。お、急に賢い。ああ、確かに。どうして私たちなんだ、どうして3人なんだろう。まあ3人の方はまだわかるけど、どうして私たちなんだろうっていうのは気になるな。どうして私たちが誘拐されたんだろう。犯人は私たちのうち誰かに恨みでもあったのかな。さあ、何、自分は誰からも恨まれてないと思ってるの？あなたこそ勝手気ままだし、空気も読めないし、神経を逆なでされた人はきっといるはずよ。あは、だろうね。2人のことは何も知らない。それどころか自分のことも覚えてない。死んでほしいと思われるくらい恐ろしいこと、私は誰かにしたのかな。でもだとしたら、なんで私を直接殺さないんだろう。どうして眠らせてここに連れてきたんだろう。どうにも腑に落ちない。考えすぎない方がいいよ、剣坊。誰でもよかった可能性もあるんだし。私たちは単に道端で最初に目をつけられただけのターゲットなのかも。誰でもよかったっていうね。でも女の子だけをターゲットにしてるって事実は意味深長だと思う。この状況は全部犯人が何かのフェチを実現してるだけなのかも。あ、確かに、なんかそれはありそうね。また空気の読めないこと。それで言うと、実はしばらく前から気になってることがあるんだよね。何？一人が死ねば全部終わるってとこ。なんで一人だけなの？最後の一人が出られる系のゲームじゃなくてさ。な、何よ。一人だけだとちょっと心理戦がないからじゃない？明白じゃない？あのルールで、しかもぴったり3人じゃない限り起こらないことがあるでしょ。脱出のために2人が結託して3人目を殺すのよ。そう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 、その通り。それはオリアナも気づいていたのか。
何か思うとこでもあるの、剣坊。いや、私はただ今まで気づいてなかったなんて言わないでね、剣坊。そんなのおかしいよ。そう、おかしいよね。それの一体どこが楽しいの？少なくとも乱闘ならみんなに平等に勝てる可能性があるのに。でもこのルールの方がみんなに平等に勝てる可能性がある気がするな。そうじゃなくて、でも死ぬのが一人でいいならこんなのすぐ終わっちゃうよ。剣坊と私なんか狂気になるものも見つけたよね。特にやっぱり私はこのナイフが好きだな。一触即発になってきたね。セシリア、お願いだから。でもやばいね。こうしてはっきり話してみたら急に雰囲気がピリついてきてない？もう別行動はできないよ。二人がこっそり会って残った一人を殺そうって決めちゃうかも。いや、結託する必要すらないじゃん。今ここで誰が誰を直接殺してもおかしくない。結局死ぬのは一人だけでいいんだから。もういいってビンタした？なんでそんな煽ることするのよ。たとえ真実だとしても、言っていいことと悪いことがあるわ、セシリア、お母ちゃん。なんで笑ってんの？そうだね、みっともなかった。みっともなかった？ストレスはもうたくさんだったよね、剣坊。うん。それはともかく、だいぶ話したね。どうかな？全部話し終わった？これ以上は怖くて聞けない。ほとんど犯人の話だったけどさ、そろそろ現実的になろうよ。犯人が誰かなんて正直どうでもいいでしょ。あのドア以外に出口はなくて、文字通り時計が全員の破滅へのカウントダウンを刻んでる。時間を浪費するのはやめて、さっさと本題に入らない？剣坊？何？聞いてなかった？本題に入ろうと言ったんだよ。本題って何？剣坊は誰が死ぬべきだと思う？誰が死ぬべきでしょうか。いや犯人だな、犯人。なんだその選択肢。てっきりこの3人の誰かって言われるかと思ったら、この3択なのね。じゃあ犯人が死ぬべきじゃない？犯人だよ。犯人さえ見つけられれば。犯人はもういいんだよ、剣坊。聞いてなかったの？犯人の正体や居場所への手がかりはない。それにあったとしても関係ない。あと22時間もみんな冷静に落ち着いていられるなんて本気で思ってる？犯人が全員を殺しに来たり、誰かがパニックになって誰かを殺したりするのを不安なまま待つより、今ここで誰が死ぬかを決める方が人道的じゃない？それは、え、うん、ぷ、どうした？笑って。お、オリアナ？まずい、壊れちゃった。違う、何かが足をくすぐってきたの。あららら、ら、うん、下に何か？わ、犬だ。また出た。う、な、うわ、犬を殺すとかやめてね。さっきの犬だ。見た感じ黒いプードル。編集には詳しくないけど本当にこんな感じなんだ。なおっと、動揺してるみたいだ。もしかしてオリアナは。何この可愛い生き物。そんなに犬が好きなのかも。犬初めて見たんか。ふわふわすぎる。お腹に顔をすりつけたい。もうすりつけてるでしょ。オリアナ、急に人が変わったけど、まあいいんじゃない。少しストレスを発散した方がいいでしょ。あわー、可愛い肉球さんまで。で、剣坊、この犬見覚えある？うん、トイレを調べてた時にあった。よく見る前に逃げられちゃったけど。うわ、タッチもできるのね。どれどれ、下をちょっと見ると元気な可愛い男の子でちゅね。ついてた。あはは、楽しんでるみたいだね。うん、多分あの犬はご飯を探しに来たんだろうね。何しろあそこに餌皿があるし、つまりあの犬はおそらくここに住んでるね。へえ、じゃあこの犬の家の持ち主の犬？違うんじゃないかな。多くの手がかりからしてこの家にはしばらく誰も住んでないはずだよ。確かに犬だけじゃ家の中では暮らしていけないね。でもならどうしてここにご飯をもらいに来るのを覚えてるんだろう。私たちのご飯の匂いを嗅ぎつけたんじゃない？でも缶詰を開けたのは私たちが来るずっと前でしょ。なんで今になって？おお、確かに。む、実のところこの犬には謎が多いね。話し声とか聞いたから。これが計画的な誘拐なのは事実だけど、でもそう、犯人がただ犬をここに野放しにしてたってのは考えづらい。でもほら、単純な説明もあるよ。この犬は外から忍び込んできたのかも。ああ、言ってたね、前も。冷たいって。待って、それはつまり。ちょっと！うわ、戻ってきた。この犬の話をしてるけど、犬って呼び続けて名前で呼んであげないのは失礼じゃない？確かに。いや、名前を知らないからさ。首輪にも名札はついてなさそうだね。うわ、いい首輪。じゃあ、とりあえず名前つける？あ、ならケルベロスはどう？小さくて強い番犬っぽいし、よくない？いや、痛いかな。こんなに可愛くて素敵な子にそんな痛い名前はないでしょ。痛いって。せっかくこんな上品で黒い毛皮をしてるんだから、名前もエレガントさにふさわしいものにするべきよ。元子にしよう。だから名前はモジャしかありえないわ。モジャ、全然エレガントじゃない。私は決める立場にないけど、二人ともひどいネーミングセンスだ。それのどこが上品でエレガントなのさ。あなたのよりエレガントよ。どうしてあなたはいつも暴力で頭がいっぱいなわけ？
ちょっとそんなに熱くなるようなこと、ケンボ、あなたにかかってるわ。どっちの名前が好き？そうだよケンボ、ケンボが決めて。ほらケンボ、早く選んで。どっちの名前もひどい。でも今ここでマシな名前を考えるのもな、骨が折れる。元子ってつけてでも死んだらやだからな。わかった、私としては二択でした。でもセシリアに媚び売りたいから、俺はケルベロス、尻尾を振るよセシリアに。あは、やっぱケルベロスだよね。ケンボ、あなたはこの犬にあまりにもひどい仕打ちをしたわ。恥を知りなさい。落ち着いて、あくまで仮の名前だから。とにかくいい加減ご飯にしようよ。そうだ、ケルベロスにも何か用意してあげないとね。うん、食品庫にドッグフードがあったはずだよ。あ、私にやらせてお願い。すごいノリノリだね。ちょっとでも空気が和らいだね。ちょうどいい時にケルベロスが来てくれてほっとしたけど、この状況どうするかの話はちゃんと決着がついてないままだ。本当に他の選択肢はないのかな。誰か一人がここで死なないといけないのかな。ふう、疲れちゃった、みんなもう寝よう。そうね、そんな長いこと探索はしてないけど、みんな疲れてるのはわかるわ。ケンボは特にね。あ、そう、少し寝て朝もう一度調べてみる方が効率的だと思う。あー、でもちょっと寝るの怖いな。反対だよ。でもタイムリミットは？心配しないでケンボ、まだ時間もあるよ。むしろ時間切れになってほしいぐらいかも。私たちを殺すために現れた犯人を3人で待ち伏せするの。それに全てをかけるのはまずいと思う。時計は6時にしかならないんだったわよね。ならそれを目覚まし代わりにしましょう。6時の鐘が聞こえ次第探索に戻ること、分かった？何？常識通り？適正な勤務時間と平均以上の給料を要求します。冗談も言える。ケンボ、あなたは今すぐ寝た方がいいわ。その具合が悪そうだし。分かった。で、部屋割りはどうするの？主寝室の他に寝室は2つある。片方は家具付きで、もう片方は空っぽよ。空っぽ？マットレスあるから寝ることはできるわ。もちろん快適ではないでしょうけど。じゃんけんじゃない？主寝室をかけてじゃんけんする？それなら公平ね。いいよ、運任せか。よし、じゃんけん。じゃあグーポン。あちゃー、負けちゃった。2人ともチョキだったから剣棒が主寝室になるわね。やったー。お、私じゃんけん超強いかも。やったでいいのかなこれ。よし、じゃあ次は家具付きの寝室をかけてじゃんけんだ。私はどっちでもいいけどやりましょうか。じゃんけんポン。やった、勝った。うぐ、あれ、負け惜しみ？まずい、口に出てた。どっちでもいいとか言ってたくせに。気にしてないわ、あの部屋で全く何の問題もない。でもあの部屋ってシーツあったっけ？大丈夫？ないけど、なんで俺知ってんのそれ。でもどのみちケルベルスと寝るから暖は取れるわ。そんなに大きい子じゃないけど、それに触ると冷たいし。なら、あの子への外傷で体を温めるわ。何それ、はは、笑わないで。よし、寝床の準備をしようか。全員のシーツを空気にさらして、ケルベロスにもシーツを用意してあげよう。なんかちょっと旅行みたいで楽しいね。ケルベロスの一番のファンもそのシーツを使えばなおさらよし。楽しい、女子会みたい、女子旅みたいだね。本当に大丈夫なのかな。今夜何かが起こるって感覚がどうしても振り払えない。でもすごく疲れた。時計は6時にまた鳴る。今は眠ろう。なんか弾丸論破味があるね、この緊張感、眠る時の。でももう誰か死んだらそれで終わりだもんね、こんなもの。わ、誰か死体が発見されたら終わり。え、うぐ、起きた剣棒。この声はセシリア。何、どこ。起きたね、どうも剣棒、調子はどう？どういう状況？私な、と時計もう鳴ったの？うん、まだ夜中だよ。でも知らせなきゃと思って。何を？もう出られるよ。あららららら、らどういうこと。いや、正確に言うとまだだけど、でももうすぐ。ほら、ついてきて。待って、ダメ、まさか本当に。どうなってんの？オリアナの部屋だ。準備はいい？じゃーん。何？ん？ムグ、ん？オリアナ、縛られてタオルをかまされてる。わっ、ナイフ？すぐ終わらせるつもりだったんだけど、剣棒にも参加してもらわなくちゃと思ってさ。共犯にさせようとしてるってこと？参加？うん、そう、オリアナを殺すのにね。ほら、単純な話じゃん。ルールに従えばそれで出られる。ちょろいちょろい。ちょろい？どうしたの剣棒、もう賛成してくれてたでしょ。私はただ汚れ仕事の大半を引き受けてあげただけだよ。しばらく間オリアナをじっとさせとくのは全然ちょろくなかった。でも単に可能性を考えてるだけかと思ってたのに。そんなこと言って、でも実際やるなら今だもんな。そしたら剣棒が答えをくれたじゃん。賛成してくれたんならやるべきでしょ。そんな、私は言ったね。いや、セシリアは正しい。これは私が選んだ道だ。
目の前の光景、これは私のせいで起きてるんだ。その通り、全部剣坊のせいだよ。全部ではない。剣坊の決断で今こんなことになった。全部ではない。だから今ここでもう一つ決断をしてほしいんだ。決断？そう、次の2つからどちらかを選んでほしくてさ。選択肢1、目を背けて私にオリアナを殺させる。代わりに私がやるってこと？選択肢2、このナイフを取って自分でオリアナを殺す。そんな。どう？どっちがいい？剣坊。なんか背向けたら俺殺されそうじゃない？君の答えが聞きたくて、私それはもううずうずしてるんだよ。ほらほら、剣坊じらさないでよ。オリアナ、どっちにするの？セシリアを、セシリアお願い。セシリアちゃん、僕もう育児なしだからできない。私にはできない。高三だよ。え、どういうこと？やっていいよ、好きにしてくれ。私は出れるならそれでいいや。それが君の答え？まあ責めるつもりはないよ。あんまり手が汚れない方の道を選んだわけだからね。ある意味尊敬するよ。皮肉だな。でも正直ちょっと失望したよ、剣坊。あーだよね、そんな気がすごいした。すごいそんな気がした。ごめん、オリアナ。私は、いや違った、私が刺されたわけじゃなかった。よかったよかった、出れる。やった、外だ。あれは玄関の扉が開く音だ。セシリアと私2人で外に出られる。よかった。早く出よう、セシリアが来る前に。2人だけで。セシリア、あいつがやりましたって警察に言ってろ。俺は止めたって。うん、何ぼーっとしてるの、剣坊。冷たくて湿ったものが肩に。この匂い、血だ。ほら行くよ。どうして、どうしてこんな結末じゃなきゃいけなかったの？う、これは、こんな、なんだこのフォント、優しいフォント。声どこから？目ない。こんな、何かが叫んでる。こんなの見た目ない。もうちょっとシリアスか。フォントが、フォントが優しかったから。バッドエンド、カオスエンディング。なんだ今のセミは。何かを手に入れた。いや、ゼルダの伝説みたいな感じで。これ3つ、このエンディングを拒絶する。拒絶する。もう一度デスゲームを始めます。あー、ここに埋まっていくのね。いや、ちょっと待って、セーブしてるから。あー、消えちゃってんだ、その進み具合も。じゃあ自分で、私がやるわ。私がやる。ナイフを貸して、私が自分で終わらせる。こんな感じなんだ。人間の道徳を塔に捨て去った悪魔の顔って本、鏡見ろ。揺るぎなく無慈悲に、身勝手な欲望のためだけに血を流す。君って最高に面白いね、剣坊。私君と出会えてよかったよ。こんなに簡単だなんて。何驚いてんのよ。笑った？今笑ったよね、剣坊。やるべきことを無感情にやってるのかと思ったら完全に楽しんでるじゃん。ま、そうだけど。イカれてるよ、剣坊。君との出会いはマジで人生最高の出来事だ。出よ出よ出よ。あ、下のドアが開いた音がしたね。ほら剣坊、早くここから出よう。まあ、これはこれでいいエンディングじゃないですか。ごめん、オリアナ、恨みはないんだ。さよなら。これは、こんな、あー、こんな結末は認めなーいって、認めなーいっつってる。カオスエンディングか。っていうことは、セシリア止めても一緒かな。いや、もう終わりにしよう。ナイフを渡して、セシリア。誰も殺さないし殺させない。なるほど、じゃあそれが君の答えなんだね、剣坊。ナイフを渡して。目の前の状況がこんなに完璧にお膳立てされても、私を止めることを選ぶんだ。この地獄を続けること。ナイフを渡して、早く。だってもう後戻りできないじゃん、この状況になったら。剣坊、いや、私の知らない誰か、君にはもう興味がない。いいからナイフを。そりゃそうだよ、私殺されちゃうよ、こんなもん。ぐっぐっ、何が、力が入らない。この匂いは血。あれ、何かが見える。オリアナ、ダメだ、ここは床だ。それで血の匂いが這い寄ってきてる。う、顔に触れた、ひどい匂いだ、胸が悪くなる。オリアナ、助けられなかった。う、これは、
こんな、あ、諦めない、こんな、こんなのは認めない。あ、これもカオスエンディングか結局。じゃあエンディング拒絶して、じゃあちょっと次回続きからやっていきましょうか。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。